漫画マンが語ります。今回紹介する漫画は黒子のバスケ、藤巻忠俊先生の作品です。連載期間は2009年から2014年、週刊少年ジャンプで連載されていたようです。この後語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。黒子のバスケは2000年代、2010年代を彩った大人気バスケ漫画で全30巻、通称黒バス。どんな話かというと、名門中学のバスケ部に奇跡の世代と呼ばれる5人の天才プレイヤーと、その天才5人が一目置く影の存在的な主人公の黒子がいたと。で、高校生になり、それぞれ違う学校に入学した6人がバスケで戦うと、そういう話です。基本的にシュートが描かれる場面では入ります。入らない時は何か理由がある時です。これってリアリティはないんですけど、見てる分には分かりやすくていいです。あと、現実的な人間の能力を拡張した感じの必殺技的なものが独特な名前とともに登場しまくります。これまたリアリティはないんですけど、漫画的には分かりやすくていいのかもしれません。個人的にはやりすぎな気もしますが、そういう世界観の話です。バスケ漫画というと、スラムダンクという名作があります。スラムダンクはリアリティとギャグの緩急つけた作風で、今作とは全然違います。黒バスは言ってみればキャプテン翼的です。どちらがいいとかではなく、好みの問題かなと。さて、黒バスは主人公チームや奇跡の世代の5人などキャラ立ちがかなりいいです。これには藤巻先生の並々ならぬ努力を感じました。少年漫画ながら女性からも大人気になったのもうなずける、様々なタイプのイケメンが出てくるわけです。そして印象的な場面は、最終戦終盤の今ここで選手生命すべてをかけると清が言うところです。画力が圧倒的ですし、主人公が影的なこの作品のさらに裏の存在、裏主人公的な清の力強さが凄まじかったです。で、終わり方はあっさりでしたが、目的は達成しましたし、無駄に引っ張る感じがなくて好感が持てました。黒子が文字通り黒子として終わるのも綺麗です。主人公らしくありつつも黒子であるという離れ技をこなしきったわけです。ということで、キャプテン翼が好きな漫画好き、スラムダンクが好きな漫画好き、熱いスポーツ漫画が好きな人におすすめです。チャンネル登録よろしくです。漫画マンでした。